バラエティさあ始まりました。第1回目ということで、人々に健康で快適な生活をもたらすことを目指している AK レーシングがですね、体の健康だけじゃなく心の健康ももてなしていこうということで、僕陣内智則がこの AK レーシングさんと一緒に楽しい企画をやっていこうというコーナーでございます。記念すべき第1回目は畑中です。お願いします。お疲れ様、畑中です。お願いします。いやちょっといい畑中すごいですね。ちょっとモテナイスっていう、はい、ね、あの企画で、はい、俺がこの椅子に座りながら、はい、畑中にモテなしてもらおうと。もし俺が、はい、今日はモテなされたなと思ったらゲーム1をプレゼントする企画やから。いいですかこれ。なるほど、いいよ。めちゃくちゃいいやつですよね。まずちょっと紹介してよ、はい、ちょっとしたら畑中は知ってるけど、はい、あのオズワルド畑中です。はい、お願いします。さあそして素敵じゃないかの柏木と申します。素敵じゃないか柏木くん、はいはい、大砲の太郎と申します。全然知らんわ。大砲の太郎で、はい、すいません。おっ、おおすごいね。チキンカレーでございます。いや、いいの言っちゃって。どうぞどうぞ。なんかめちゃめちゃとろとろやんか。フードプロセッサーで、いただきます。うまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。太郎よかったです。ありがとうございます。え、毎回太郎が。そうですね、うん、作ってくれます。あ、これすごいね。レストランでバイトしてたんだよね。そうなんですよ、僕もう6年ぐらい自由が丘のレストランでバイトしてまして、ギオットっていう、うん、今はバイトしてないの？今もしてます。ちょっと新しいコンビになって仕事がまだ全然ない、うんうん、今は行ってます。何してんのバイトは？バイトはそのギオットというレストランと、まあ、レストランと、あとは電気工事、それから焼肉屋。いくつ今太郎？僕30です。そろそろやな。そうですね。え、陣内さんがもう売れたなって思ったらいくつですか？でも30やったら俺ナルトモっていう、はい、うわちょうど番組、帯の番組をあっちゃーやったら。もう30で、今30で帯持ってる人いないですよ。いや、当時もおらんかったのよ。だから当時もその30で朝の帯やるっていうのは結構言われたのよ。30でやる。でも30じゃない、俺ほんま30やと思う。うわ、怖い。天気、でエンタの神様も30やね。そうか、はあ、俺が30、29やったかな、あの時に呼ばれたのよ。だから29から30に向けての、はい、なんか天気があるわ。あ、そうや。だからそうあるんじゃない、その天気は。天気ね。でもそれの分かりやすいきっかけもやっぱ M1 っすね。そうやな、結局 M1 やな。 M1 っす、僕らも完全 M1 なんで。ね、初めのがいくつなの？今34ですね。まあでも、はい、まあ全国なったもんな。そう、ようやく3回行って最近はいろいろ呼んでもらえてる感じですね。でもじゃあ今、はい、今後の目標は M1 なの？ M1 ですね。ああそう、はい、やばい太郎。え、やばい。ん、どうしました？カレー屋のに飲み物ない。やばやばいやばい。ラッシー、ラッシー、ラッシーとは言わず、ラッシーとは言わず。ラッシーあるの？ラッシーそれ古い、それ古い、それ古い。いや、これいらんわ。飲みかけのプロテインだ。いらんわ、プロテイン。賞味期限2月9日です。だいぶ過ぎとるやん。あかんわ。ビール、ビール、あ、ビール、いや。よろしければ。いや、ビール、いいな。ビール、の飲まれます？いや、飲みたけどまだあるからな、仕事俺。ビール以外、飲み物が、あ、これ、あ、炭酸水。あ、いいね。スパークリング、いいね、炭酸水ちょうだい。レモン風味、いいね。よろしいですか？あぶねー。危ねえってなんやねん。うわ、そうだ、気づかず。もう、氷もな、氷もうまい。うわ、めちゃめちゃうまいわ。よかったです。ちょ、食ってる、太郎。やばいやばい。食ってる。炭酸が、こんだけ、あ、やばい、やばい、詰まった、詰まった。こんだけ食って水一滴も飲んでない人おらんから。レモン、レモン、おしゃれやな。炭酸水よかったら、レモン風味の。おしゃれやな。おもてなしなんだ、やっぱり。最高やな。いや、最高やな。最高ですね。いや、素晴らしいわ。よかったです。全部やってくれる。全部よ、これマジですごい、はい、やります。これが一発目からしてすごいわ、このもてなし方。ジャンプとか読みたかったから。ええすぐコンビニ使えるわ。バシリやないジャンプ僕担当なんで。もうだ、売れてほしいね、みんなな。はい、頑張りたいですね。そろそろもう一人で住みたいやろ。もう二人が一人で住みたいってなったら、うん、いつでもいいかなと思って。もうでも畑中的にはもうまだ、いや、それまで別に、うん、君ら次第で、no. 僕は一生これでいいです。売れるか、こんなやつ。オズワルドの最終形は何なの？僕個人で言うと、うん、まあ
千葉か埼玉、神奈川に一軒家を建てて、そこでちょっと畑とかを流しながら。あ、東京じゃなくていいんだ、はい、いいです。で、その劇場にだけ通ってですね。あ、ほんまに劇場行きたいんや、はい、パッと言ったら誰、今のこの感じで言うたら、今売れてる人でもいないです。その生活スタイルじゃないと思うんですけど、僕、おぎやはぎさんの生き方はすごい憧れてる。あ、わかるわかる、はい、あの、やはぎさんなんて。そうね、そうですね、自分の時間も取って、はい、でもまあテレビも出て売れてるけど、はい、ゆったりとした時間を大切にする。なるほどな。なんか若手の忙しい時から、うん、もっとそのいろんな番組呼ばれてる時から、もうおぎやはぎさんだけは夏休み取って、そう旅行行ったりしたって聞いて、あ、本来そうあるべきだなと思うんですよ、人として。はい、そうか、はい、太郎やばい。え、デザートあちゃー、え、デザート、マジで、もう結構俺ももうなんかあるんちゃう、カレー、デザート、これカレーなんて欲しいよな、そら賞味期限が切れたモンブランならやめろ、いらんわなんか、ええよ、もうええよ、ほんと大丈夫や、大丈夫です、ご用意ございました。あ、え、なにこちらの千引き屋の丸ごとみかん汁。ああ、いいね、これいいじゃん。ちょっとこれもう、あ、分かりました、分かった、分かった。ぼる塾の、うん、はるちゃんさんが、うん、あの、僕の、誕生日の時に。ええの、お前食べてないけど、ええの。いや、あの、いっぱい入ってたやつ。おー、そう。なんで、あと、あれじゃない、なん BGM かなんかあった方がいいんだけど同期、同期じゃん。いや、先輩です、はるちゃんさんの。優しいな、みんな。そうですよ。ちょっと、じゃあ、たぶん、これ BGM、うん、うまい、BGM、うん、あ、BGM 分かりました。え、そんなんもできんのかいな。ちょっと無能すぎたかもな、ちょっと。太郎ギターすごい上手いんで。ギター、僕も最近1年前ぐらいから初めて太郎に教えてもらって。やっとやな、はい、どうですか、喫茶店みたいな雰囲気喫茶店カフェ来てる感じやん。いいよそんな BGM。 なんやねん、ちょっとだって原田智代さんみたいな、もう原田智代さんしか似合わへんわそれ。あ、もう食べ終わる、めちゃめちゃうまい。うんどうやな、うまいです。いやいや、はい、いいわ、よかったです。今日はなんなん、今日はこの後劇場ですね。どこ、無限大ホールで。あ、そうなの、はい、今日は何なん。僕は地元でライブです。今からあんの。はい、夕方から。はぁー、何なん。焼肉屋のバイトですそうか、はい、あ、今日はみんな働いてんねんな。今日は働いてますね、一応。でもさ、俺からしたらアドバイスやけど、なんか俺らも二丁目劇場立ったのよ、はあ、ベース吉本とかな、はあ、なんか入れ替え戦とか戦わせられんのよ、はあ、まあ A クラスみたいなこと、はあ、負けたら B クラスみたいなのあんのよ、はあ、何回か負けて B クラスになった時、もう人生の終わりみたいになるのよ。なりますね、確かに、はい、な、もう、でも今思ったらあんなちっちゃいことで、ようあんな俺も一喜一憂してたなと思うのよ。多分ここまだ売れてないからな、うん、今思ったらあんなことで、まああれが全てやけどな、うん、その時はそうですね、その時はこれが全てやねんけど、はい、もっとチャンスは、だから一生懸命やっとったらチャンス出てくるよっていう感じやから。誰、俺はあの、はい、支配人が新田さんって、はい、俺だけネタを毎週書いてたよ、受けたりも受けなかったりも、はいはいはい、それを見てて陣内を MC でっつって、なんか大きい若手のイベントで俺がいきなり MC したんだよ、でそっからそのナルトモとかが始まって、あ、見てくれてたんやみたいな。熱っ。そうやね、そんな熱い話聞いたと焼肉なんかできませんってどこぶつけたらいいんですか。誰かが見てるかもしんねえから。いや、誰が見てるか、俺焼肉屋のバイト誰も見てないっすって。焼き方うまいな。いや、見てないですよ俺のこと誰も。そう、懐かしいな、そんなんな。でもそれが全てやもんな。そうですね、頑張りたいし、ね、頑張ります。ひょっとしてか、お前らがバーンって売れてたこの AK レーシングも嬉しいよ、はい、あの時の大砲が売れてるみたいな、はい、頑張りたいですね。マジ頑張ります。もうだって倍率的にはどうなった給料、はい、今、M1 出る前と今との給料の比率10倍ぐらいあります。10倍いくか、はい、出る前。いや、もっとだよ、もっとだよ、もっとだよ。知ってんの、大体なんぼかは。大体知ってます。毎月最強のメインバンク手に入れましたお、毎月知ってんねや。はい、見させていただきます。夢あるな、はい、しかも僕もめっちゃお金借りてます。なんぼ借りてんの今。40万ぐらい借りてるんじゃないですかね。それ何、渡辺は別に。いや、一応家賃という体で、うん、今月も厳しいですっていうので溜まっていってるんですよ。家賃2万5千払えないんで、はい、畑中さんお願いしますか、はい、とか、はい、それは返さなあかんで、ね、でもだからほんま僕は親父と畑中さんは、うん、もうほんともう一生かけて、うん、もう
ずっとお金払い続けようと思ってます。親父はないの。こういずれこう頑張って売れて、売れたらな。もう仕送りという部分でこうやっぱ畑中さんが仕送りとかしてるのを僕今見てるので。してんよちゃんとお父さん。毎月とかじゃないですけどね。定期的にたまにこうお電話してるのとかを横で聞いてたりとかすると、わすごいなと。畑中偉いな。いや俺めちゃくちゃ普通なんですよ。だからその人間として。人間としてまあ、うん、まあ普通やけどその普通が芸人ではいないから。面白いねんて、はい、会社業借りてない借りてます借りてんのか27万円借りてますそれ何よ何のお金よいやもうちょい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 もうあー今月全然足りひんなとかおうもう今月も、今8日ですか7日7か、はいうん、あと7000円なんですよ僕どうしてで何本ぐらい借りんの、ま、その時には4、5万全然まあ貸しますけど今日陣内さんいるからもうちょい貸してくれるかもしれないです、うん、あ陣内さんいくらいけますいくらいけますってねいくらいけます返すねん返すのかちゃんと返します、はい、返します陣内さんから借りたら絶対返さなきゃいけないんでめちゃくちゃ頑張る可能性ありますねいやええよ貸してあるよじゃあ俺は今日マジでええマジっすかマジでその代わりお前売れたら返せよ絶対に返します絶対に返しますいやいや、それは畑中ばっかりなんかなかわいそうやな、畑中もえ、こんな YouTube なんですかこのチャンネルお金最高借りれるんですかマネーの、ほぼマネーの取られないですかこんな中いやいや、お前らがそのいや、誰にでも借りる、いや、正直俺の中では、はい、なんか見込みありそうやもんおー、マジでマジでわありがとうございますどうしても今月20万ぐらい足りなくてなんでそんな足りへんねん、お前20万何使うねんどうしてもらえちょっと首回らないんですなん、はい、も足りへんねん18具体的に18って20でいいじゃんお前18なんで18万もお前ら使わへんやろ今月使うし来るなこいつら猫好き来よるな5万とかだと思ったら最悪12でない最悪ってない最悪12何やろ、まあ、最高40でマックスマックス40いやいやいや俺今日お前らに貸したるよそんなちゃんと返せなかったマジでやらないよタクシーで劇場行こうお前やめろお前俺劇場行けよ焼肉飛びますわそういうこと言うてんちゃう飛びますわ俺さあもう次にね、はい、もう行かないといけないんで、はい、この企画、はい、おもてナイスということで、はい、僕はもう今日ね3人にもてなされたと思ったら、はい、このゲームチェアプレゼント、はい、あ全然もてなされてないわと思ったら、はい、もう僕はこのままこの椅子を持って帰りますんでええー結構しいな全力でもてなしたつもりだったもてなしたかな、はい、畑中もてなしたいや僕はもう結構もてなしたもてなしたの太郎だけやけどな、はい、カレー作ってる間でもそのカレーの資金は全部畑中さんなんでいいそうか、はい、いや頭に関してはもうただただアシストアシストね飲み物、はい、デザートな、はい、アシストね何ぼか商品やったっけ20万なんで20万じゃあ目つぶってくださいはい、はい、僕が座ってたら、はい、この椅子は持って帰りますうわ僕が立ってたらこの椅子をプレゼントですなるほどはいでは目をつぶって、はい、さあどうしようかなこの AK レーシングのルーミングチェア差し上げるか差し上げないか、はい、では目を上げてくださいおーやったやったいやこれ上げようこれはもう目発目やしいいんですか、まあ、もうこれはもうなんかもう初回サービスやわ、はい、うわー初回サービスでこれも差し上げまあちゃんとなカレーもうまかったしありがとうございますうんしっかりもてなしてくれたし、はい、僕ももてなすもてなさい関係なく初回なんでくれるんじゃないかって言うなこれどこに置くのこれこれでもねここに置いたらやっぱ畑中さんのお部屋じゃないですかそうですねそうね畑中の部屋持っていこうかそうですねうわー嬉しいこれ置いて置いてええやんこれをちょっとずらしてここですねテレビおぉうわぁお前これでもネタ作ったら絶対おもろいネタできるやろ、ね、右高い左低いでもいいですしねそれいけるよな、はい、左高い右低いもできるそれもいけるんですかそれもいけるね電気の紐邪魔そう あ、いいなこれあーほら最高寝ちゃう寝ちゃうこんなに倒れるんだいやこれじゃあ今日も差し上げるわありがとうございますありがとうございます、ね、紹介やったし嬉しいじゃあちょっと、はい、その前にじゃあもういや本気俺何本ある俺ちょっと待って俺これ何本あるか分からへんわいや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 ちょマジでそんな入ってないわ
だから20は無理やわ。いや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 、もある分で、ある分で、ある分で、ある分、お前そんなないわ、申し訳ないわ。ある分ってなんやねん。いや、ある分かすけど、俺そんなないわ。55ぐらいしか無理やわ。えは、いや、マジで5、本当は5、ほんまに欲しかったんで。欲しかったんでね。貸して欲しかったんやろ。はい、5手に入れたかったんで、どうしても。いや、5浮くのはありがたいな。いや、俺もう浮く言うな。なんで浮いてんねん、5。貸すね、お前らの今後の。いや、ごめん、俺もっとあるおもたないわ。1、8、9、10。すごっ。うわ、え、14あります。13、14。14。7か。7 なんで空にすんの。まあ7の方がキリええか。まあまあまあ、そうです、ね、7日やし今日。ああ、7日でで、ラッキーセブン。確かにラッキーセブンやし。まあ、じゃあ、俺、じゃあ俺のちょっと、いや、それちゃんと畑中に俺言うで、今後もちろんです。あいつらちゃんと返せるようになってんのかっつって、責任持ったの監督、はい、これちょっと、10は無理やったけど、これ7やな。ありがとうございます。じゃあお前らこれはなんか ネタを作るためな、今後頑張っていくためってことですね。うん、そう。うで、ちゃんとお前返すねんで。はいはい、もちろんです。な、はい、うわ、もちろんです。これ今日どうすんの。今日はありがとうございます。今日何食べんの。今日はもうフグ行こうと思います。行くな、木曽路か。木曽路行くな、お前。めちゃめちゃ高いよな、木曽路。おるな、ほんで。もうおるやつやめろ。ポケットに入れようとするやつやめろ。おるな。この頑張ってくださいね。ありがとうございます。あの時の7万ありがとうございました。あれで返しに行きます。そう、もしもち皆さん、これあのこれでなんかな、あの時のお気持ち、もういいです、これ返さなくていいですっていうのを欲しいな、はい、じゃあちょっと頑張って。頑張ります、はい、ありがとうございます。ゲーミングチェアをじゃあ差し上げますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。なんやこの番組。14枚なんやねん。初回に14前なんで帰らなあかんねん。ほんなん行くわ、もう。ありがとうございます。楽しみにしてるで。第4回目ぐらいでもう一回来てくれ。来るか。ほんなんな、ありがとうございます。ありがとうございます。ほんなん頑張ってな。頑張ります。はい、返しに行きます。じゃあ行きます。お疲れした。お疲れした。お疲れした。陣内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お金もお借りしまして、本当です。次の休みに箱根に行きます、うん、僕はアマゾンの注文を代引きで注文します、うん、違うな。違う違う。